太古の海からやってきた深海生物。駿河湾の港町に未知の人影を見た。謎に満ちた異色の数々。予期せぬ出来事が次々と起こる。おい、緊急スペシャル。深海魚の謎に包まれた町は実在した。9月某日、我々取材班のもとに一通のメールが届いた。投稿者は出張中に偶然訪れたとある町で未知の人影を見たという。我々は実態を探るべく投稿者と秘密裏に現地で会うことにした。東京から車で1時間半、駿河湾に面した海辺にその町はある。豊かな自然に囲まれた美しい町に存在する謎とは一体何なのか。しかし待ち合わせの時間になってもなかなか投稿者は姿を現さない。諦めかけたその時、一人の女性が我々取材班に声をかけてきた。投稿者である。そして我々は彼女の口から衝撃の事実を知ることとなる。これは彼女が描いたという未知の生物のイラストである。これは一体何なのであろうか。一体この町にはどんな謎が隠されているのか。我々は彼女が最初に未知の人影を目撃したという白い建物を目指した。森を抜け目的地の白い建物を目指す。何かがいることは間違いない。我々はさらに奥地へと向かったと、目の前に視界が開けたその先に、目撃者の証言通り白い建物が。我々は建物内に突入した。建物の奥へと足を進める隊員たち。高まる胸と裏腹に緊張を抱えている。部屋の中に何かを発見した。これは一体何なのであろうか。やはり謎に包まれた町には何かがいる。やがて建物の一番奥までたどり着いた我々は慎重に足を進めていく。徐々に近づいてくる謎の正体に次第に緊張感が増してくる。さらに隊員たちが怪しい扉を発見し部屋の中へと進み入る。そこには明らかに先ほどまで人がいた形跡がある。何かを描いていたようだ。と、その時である。窓の外に人影が通り過ぎた。我々はすぐに外に出て後を追った。生い茂る木々が我々の行く手を遮り、なかなか追いつけない。とうとう我々は謎の人影を見失ってしまった。窓の外に一瞬映った人影は一体何なのであろうか。調査を続けるため我々は現地をよく知るという食堂へ向かった。すると店員がにこやかな笑顔でテーブルに置いた現地の名物に我々は驚愕した。そこには未知の魚料理がこれでもかと盛られていたのだ。我々が調査のために慎重に口にしたその時、さらなる衝撃が調査隊を貫いた。なんといううまさであろうか。隊員たちも束の間の休息を味わう。食堂の店主の証言によりこれは深海魚だという情報を得た我々は漁港へ向かい漁船に乗り込んだ。日本一深く深海魚が多く生息しているという駿河湾。我々は最新鋭の水中ドローンを投入し調査を試みた。深海魚はなかなかその姿を現さない。しかし確かにここには何かがいる。その時、地上で捜索を続ける隊員から無線で連絡が入った。先ほどの人影が白い建物の近くに戻ってきたという。我々は海上での捜索を終え急いで建物に戻ることにした。全ての謎が今解き明かされようとしているのである。とその時、目の前に人影が現れた。子供のようで。我々は慎重に近づいていった。そしてついに真実を知ることとなる。なんとその姿は深海魚の謎に包まれた町の子供たちであった。全長3メートルを優に越す世界最長のカニ、タカアシガニの魔除けのお面をつけていたのである。ここで我々は町の人たちの言葉を思い出した。下田には深海魚料理や駿河湾深海生物館もあるよ。
深海魚を直接見たり触ったりできるさまざまなイベントも開催しています。深海生物は沼津港の沼津港深海水族館シーラカンスミュージアムでたくさん見られます。彼らは深海魚の奥深い魅力に魅せられているようだ。深海魚の謎に包まれた町は確かに実在した。この町の底知れぬ魅力に興味は深まるばかり。最後に我々はこの町と深海魚を知る手がかりとなるホームページの存在をキャッチした。その情報の先には